はいはい、わかりました。はい、ここね、野外ステージちょっとね、キャンプ場とあるんやけど、見てみましょうかね。何年ぶりや、5年ぶりぐらい来ましたかね。野外ステージもあるんだけどね、キャンプ場。マムシになってるのか、怖いの。あら、荒れ果ててますね、全然。ここで昔なんかいろんな野外ステージやってたよね。なんか昔の動画見たことあるんだけどね。さ、これステージでございます。もともと野外ステージで、キャンプ場でございますけどね。そうですか。この下は何でございましょうか。ああ、下はね、下は追い入れませんね、これはね。ほら、ここにね、何書いてありますか。県議会議長。キャンプ場もなんかまだの記憶あんな、昔な。もっと、北の方が。あ、こんななってんの。楽屋はないんでございますか。こっちが、これ楽屋かね。あー、やっぱり、手前剥げてますね。ここから上がりましょうか、ステージに。おお、ステージ広いですね。これは広かったんでございます、思ったよりも。ここで野外ステージなんかやってたという、あの動画見たことあるんだけどね。奥行きが100メーターぐらいあるか。100メーターあるなしか。幅が40メーター。50メーターないか。ということは、これ、どれぐらい座るかね。まあ、1000人近く座れるね、これはね、この広さやったらね。そうですか、やめてましたか、やめましたか。ありがとうございました。温度が上がってね、飽きませんわ。本当に飽きませんね。はい、ありがとうございました。野外ステージからでございました。はい、じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございます。